せる日を願って頑張ろう。尻尾を巻いて逃げ出した部隊が調子に乗ってじゃれついてくる。邪魔だ。なんだ。指示だと。私は炎将軍とも対峙しなくてはならんのだぞ。そんなもの個人に聞け。分かった。ならば私が出る。炎将軍の方へ移動しろと古神に伝えておけ。まったく、我が軍の質も落ちたものだ。このように無様なアリ様を晒すとは。それは兵隊の大将に責任があるのだ。誰だ。劉備が一の家臣、張翼徳とは隣人のことなのだ。劉備の家臣だと。貴様どうやってここまで。アイシャとシェイが火竜の部隊を引きつけてくれて、その間に隣人がここまでやってきたのだ。なんだと。ここまで短期で来たのか。そういうことなのだ。さあ、カユーのお姉ちゃん、リンリンと勝負するのだ。いや、何がおかしいのだ。子供がこの私と勝負をするだと。これが笑わずにいられるか。リンリンは子供じゃないのだ。子供でなくとも、そんな小さな体でどうやってそのでかい獲物を振り回す。ガキが、怪我をする前にこの場より立ち去れ。戦わないのか。くどい。私と戦うには10年早いわ。じゃあ早いかどうか確かめればいいのだ。何？なんて重い一撃を放つんだこいつ。ヘヘン、どうだ、リンリンと戦う気になったか。いいだろう。その分しかと認めよう。我が先父の血錆にしてくれる。そっちこそリンリンの打棒でぶっ飛ばしてやるのだ。ほざくなワッパ。またガキって言ったな。重い攻撃だ。だが当たらなければどうということはない。どうだワッパ。これが世に謳われた火竜の旋風。その身で味わいたくなければこの場より立ち去れ。不運なのだ。全然聞いてないから立ち去るなんてしないのだ。どこまでも生意気な。生意気っていうのは自分の能力をわきまえない奴がでかい口を叩くことなのだ。でもリンリンは強いから生意気じゃないのだ。その証拠を見せてやるのだ。ならば来い。貴
様の自慢の一撃、見事受け止めてやろう。返す刀でそのそっくり叩き落としてくれる。やれるものならやってみろなのだ。身の丈発尺の上髪だご、簡単に受け止められると思うなのだ。行くぞー、てお主と同じ場所にいる私が状況を把握できるはずがなかろう。それはそうだが、リンリンは無事なのだろうか。安心しろ、超欲得ともあろうものがそう簡単にやられはせんよ。そうかもしれんが、だが落ち着けというに、時の声が上がると同時に部下を数人前方に放ってある。おっつけ状況がわかるだろう。まったく強いのか弱いのかわからんな、お主は。放っておけそうはいかん。二人のゆりゆりしい関係を妄想しハーハーさせていただこう。相変わらずおかしなやつだ。お褒めにあずかり光栄至極。誰が褒めているんだ。誰が。なんだ。M、ガクラ、して、リンリンは。ここなのだ。リンリン、無事か。怪我はないか。怖くはなかったか。全然大丈夫なのだ。ただいま、アイシャ。ああ、おかえり。無事でよかった。ふんふん、良いぞ、まことに良い。いらぬチャチャを入れるな、セイ。チャチャなどとそんな無粋なものを入れるか。私は正直に心の中から燃えいずる感覚を口にしているだけだ。わあ、何の話をしてるのだ。いやいや、リンリンは別に気にしなくても良いことだぞ。そうなの？って、そうだ！こんなことしてる場合じゃなかったのだ！アイシャ、セイ、すぐに追撃をしなきゃダメなのだ！おう、すぐに部隊を進めよう。損害は？良い気合だ！では行くぞ。我らが主に勝利を捧げるために。勇者たちよ、我らが旗のもとに集え。敵は浮き足立っているのだ。もう一押ししてリンリンたちの強さを見せつけてやるのだ。
強者たちよ、抜刀せよ。目前の敵を粉砕し、その勢いのまま死水艦を落とすぞ。各員奮励努力せよ。全軍突撃！